It's showtime!赤ずきんちゃんは大好きなおばあちゃんにケーキとワインを届けに来ました。おばあちゃん、どうしてベッドに寝てるの？赤ずきん、もっと近くで顔を見せてくれ。おばあちゃん、おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？赤ずきん、お前の声をよく聞くためだろう。おばあちゃん、おばあちゃんの目はどうしてそんなに大きいの？赤ずきん、お前がよく見えるようになんだ。おばあちゃん、それにどうしてそんなに大きなお口なの？それは、お前を食っちまうためだ！かわいそうに赤ずきんちゃんは食べられてしまいました。満足した狼はその場で大いびき。グーグーグー。なんだこの大いびきは。狼めひどいこと。いや、まだ間に合うかもしれない。うお、またかよ。通りがかった漁師によって赤ずきんちゃんとおばあちゃんはお腹の中から助けられました。ラッキー。漁師さん、めっちゃありがとう。ああ、狼はもう悪さはできないさ。私の赤ずきん、これからは寄り道をしないのよ。はい、おばあちゃん。